S, S さんという女性のお話ですで S さんが二十歳か21歳ぐらいの頃当時あの付き合って半年ぐらいだったちょっと年上の社会人の恋人の家に週末遊びに行ったんですね。でご飯とか食べていろいろ談笑したりとかしてたらほんと深夜になって。 で、その時は、二人で、薄暗い部屋で、もうベッドにいるっていうような感じだったんですけども、S さんが枕にこう頭を乗せて横になっているような状態。で、恋人が上半身を起こして、スマートフォンを見ているみたいな感じで、S さん、その体を起こしている恋人の服着てない、その背中、裸の背中を、なんとなくぼーっとこう眺めてたそうなんですよ。 でそしたらこの薄暗い部屋の中でぼーっとね白く見えているその背中に何か小さくて黒いざわざわとした虫みたいなものが無数にこうゾゾゾゾゾッとはうのが見えるえ何何何と思っているとそれがだんだん文字になっていくんです。でそのの文字っていうのが 大好き。私だけのもの。絶対渡さない。大好き、大好き、大好き。そういう文字なんです。それがブワーッと出てきて、で、やがてまた無産した。で、え、今の7人、エッサを持って、びっくりしたんですけど、恋人にはびっくりしすぎて何も言えず。でも、その、大好き、大好きという文字が書かれた、その背中見て、ふと、 もしかしてと思ったんですよ。この人、自分に何か隠し事してるんじゃないかなで。それから S さん、いろんなその恋人の身の回りのことを調べてみたんです。そしたら、その恋人、S さんとは別にもう一人、女性がいることが分かった。二股をかけられていたことが分かったんですね。 でその事実を恋人に突きつけてで結局その恋人をうろたえて別れたくないと言ってすがったのは S さんの方だったんです。でその文字がその晩彼の背中に現れていなかったらその二股をかけられていたという事実騙されて嘘をつかれていたということに いつまでも私は気づけていなかったかもしれません。私は霊感とかはないはずだけど、あの時はなぜかそれが見えた。それに助けられたんですというお話。こういう体験談がありまして、で私、この話を自分の本に書いたんですよ。でも、この本に書かなかったことが一個ありまして、この S さんって私なんですよ。 私が、その時、その彼の背中に文字を見て、ふとあ気づいた。あ、これ、私やられてるなって。で、そこで、思ったんです。あ、これ、利用できるかもしれない。私、彼のことがすっごく大好きで、この人と結婚したいと思ってたんですよ。これ、利用して、彼の弱みを握れば、このまま、 うまくいくいかもしれないそれでいろいろ計画を立てて結局そののの番効く形ででそそ恋人の心を揺さぶったんですそしたら結局彼はもう本当に申し訳ないごめんなさいと頭を下げて僕の残りの人生全部君に捧げるよってそう言ってくれたんですよだから私今すっごく幸せなんですよね。 あの時彼の背中に文字を浮かべるぐらい彼を愛してくれていたもう一人の女性今ではね感謝してますよありがとうございました <laughs>